ズールレーン、クロスウェーブ、わらわと共に参りましょう。どれになさいますか。さまざまなお話がございます。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係です。自由にお楽しみくださいです。思えば私たちも成長したものだね。ニーミー、急にどうしたです。ほら、先輩たちに追いつけ追い越せと今日までがむしゃらに頑張ってきたわけだけど、気づけば今や私たちが後輩を抱えてその後輩たちを委託に行かせるという立場になった。ああ、言われてみればそうだよね。いつの間にかそうなってた。感慨深い。君たち偉いね。委託大成功だよ。おめでとう。はい、ボーナスっていう風にボーナスだってあげる側になってるし、褒める時も叱る時も後輩たちの気持ちをちゃんと汲めているか、いつもドキドキするです。厳しく指導すると音を上げちゃう子だっているし、褒めてもダメな時もあるし、何事も難しいよね。当時を思い出しながら試してみるのだけど、自分と人とで感覚がすごく違う。それが厄介。おや、私たちはこれくらいの訓練に耐えてましたけどみたいに思うことはあるよね。ダメ、先輩風よくない。ラフィーちゃんに言われた。基本は後輩たちのペースでのびのびやってほしいです。もちろん、あまりに怠けるようだったら注意も必要で、頃合いを見計らってサービスをする。ええ、ボーナスを上げる以外にも後輩にしてあげられる気遣い、サービスはいろいろあるのです。そういう場合、ジャベリンはやっぱりこれだよね。じゃじゃーん。はい、これジャベリン特製手作り弁当。出た。後輩たちの分だけじゃなくてみんなの分もあるよ。はい、どうぞ。あ、すごい、中央ならではのおかずが入ってるです。いい匂い。そして鮮やかな色合いなのです。鮭弁当。鮭弁当。鮭。へえ、私のは。お気に入ってくれるといいんですけど。これはシュニッツル。わざわざ調べてくれたの。感動したよ。ラフィーのはユニオン式のピザの詰め合わせ。美味しそう。ピザって地域ごとに差が大きい食べ物なのに、しっかりと地域の特徴が反映されている。ふふん、どうやら評判は上々のようね。私は料理が得意だから、それを生かしてみんなの胃袋をつかむ作戦なんて。綾波、ジャベリンの後輩になりたくなったです。いや、わざわざ後輩にならなくても、弁当なら手の空いた時に綾波ちゃんに作ってあげるよ。綾波、嬉しいです。しっかり手なずけられた。恐るべし、ジャベリン弁当。その言い方はやめてよ。槍だかミサイルがびっしり詰められた異様な弁当箱を想像しちゃうじゃない。私も一度作ってみようかな、ジャベリン弁当。初めてのジャベリン弁当。もはやすっかり固有名詞になってる。あれ、なんでみんなが作ってもジャベリン弁当を作るなの。確かに変です。例えば綾波が作ったなら普通は綾波弁当。ラフィーならラフィー弁当。ええ、そしてニーミちゃんなら税23弁当でしょ。なぜ私だけ。フィーゼとフュンちゃんみたいな鉄血風にいじくり回った名前がないからです。普通にニーミ弁当じゃダメなの。税23弁当の方がついついオーダーをしたくなる。いいかもしれないです。店員さん、税23弁当をください。つゆだくでみたいな。
店や追加くならいいさ。どんな弁当だよ。今度作ってきてよ。次は全員で弁当を持参しましょう。明暗です、頑張る。はぁ、なんか疲れた。大丈夫だよ、にいみちゃん。全23弁当の可能性は無限大だから。まず名前から決め直したいけど。先輩方、委託から戻りました。あ、後輩たちが帰ってきたです。出迎えに行こう。そうだ、次回からは委託帰りの後輩たちに弁当を差し入れってことにしない？あ、いいね。全23弁当、22弁当、どっちがいいのか。いや、名前は別に評価に関係ないよね。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係よ。自由に楽しんでね。プツプツ、今日の訪問者の合計は注文の数と人数を書き留めして経費の精算完了。次はお客様が来る前に旅館の雑巾がけの準備と。バケツはここにあるから雑巾を。山城、もうすっかりこの新しいお仕事にも慣れたんじゃありませんの？そうかな。もしそう見えるとしたら金剛ちゃんのおかげだよ。あなたのそういった気遣いがいつも嬉しいですわ。駿河にも聞かせてやりたいくらいですわね。駿河ちゃんはたまにお礼を言わない時があるからね。いや、でも心の底ではいつも感謝してると思うよ。え？もちろん分かってはいます。ちょっとした改善希望ポイントですわね。思えばこの合同大演習、演習の準備から来客の受付、清掃、果ては演習まで様々な仕事をいろんな方とこなしてきましたけど、途中で皆さんの普段は見られない一面も見えてきて実に有意義ですわ。そう思ってもらえるなら大成功ね。あ、お疲れ様です。あたご。大成功とはどういう意味ですの？合同大演習はもともとキューブを集めるため便宜上開いたものだったのだけど。あ、そうでしたね。ひょっとして知らなかったんですね、山城。これほどの演習を開くとなると準備もすごく大変でしょ。でもね、そこであえてなるべく普段とは違う相手と組ませたかったの。他の陣営の方々でも陣営を超えた交流があったけど、獣王内でも可能な限り新しい交流を作ってみたくって。そのような意図がございましたのね。そうでもしないとみんなついついいつものメンツで固まっちゃうでしょ。総竜なら飛竜と。確かに、山城ならしぐれちゃんや道しおちゃんと、もしくはふさお姉様と。私も比叡、春菜、霧島で組んでいたでしょうね。そう、良くも悪くも毎回同じ者同士で声を掛け合ってしまう。これじゃあ交流の輪が広がらないわね。何しろどんどん新しい顔ぶれが陣営にやってきているのに、これじゃあね。私とってももったいないことだと思っていたのよ。だから赤城に掛け合って、今回は演習以外の仕事もなるべく全て感染がやるようにして、パートナーも指名制にさせてもらったの。私は山城とのペアをご指定いただきましたのね。確かにこれまで交流の機会があまり持てなかったですが。どうだったかな金剛ちゃん、山城との組み心地。ええ、バッチリですわ。やったー、嬉しい、ありがとう。当初は私が山城と組む予定だったのだけどね。ごめんなさい、次の機会があったらよろしくお願いするわ。そうだ、山城と組むにはコツがありますの。教えておきますわね。あら、何かしら。おへ、おーい、あたご。証拠発見。はあ、転んじゃう。さっとフォロー。
ずいぶん探したぞ。ここにいたのだな。思わず大声を上げて片付けない。みんなどうかしたのか。実は金剛がね、たった今山城が転ぶのを予見してさっと支えて救ったのよ。おかげでバケツの中身も無事です。それは大したものだ。予知能力でも発現したのか。いえ、山城の様子を注視していれば大体は分かりますのよ。パートナーのフォローが完璧。まさに名コンビね。たまに一切の予兆がない時もありますけど、なんとなくアクシデントが起きる感覚のようなものがつかめてくるのですわ。あ、早速何か起きそう。おいおい、そんなバカな。山城、とりあえず3歩下がって。ちょっと高尾ちゃん、バケツに足引っ掛けてる。うわっ、中の水が。回避成功。すごいね、金剛ちゃん。どういたしまして。ですま、高尾、水はかかっていませんか。ああ、パートナーの下で未知のスキルを習得しているわ。これも合同大演習の成果かしらね。ざっとこんなものでしてよ。このエピソードは実在のアズール連関連作とはパラレルの関係だ。自由に楽しむがいい。はあ、アタゴ、せっかくのパーティーだというのにこんな隅の席でどうしたのだ。私どう見える。どうってわかった。寒いのだな。表情が普段通りでわからなかったぞ。ええ、正解なんだけど、本当に寒いのは心。何か深刻な話か。冷房の効き目を抑えれば済むような話では情けだな。ごめんなさい、さすがに大げさに表現しすぎたわ。実はね、怖い映画を見ちゃったのよ。怖い映画だ。アタゴ、そんなもので動じるのか。もう悪かったわね。私にも苦手なものの一つや二つくらいあるわよ。それにしても意外だ。何しろ以前テレビでほらホラー番組とか、それをいたって真顔で見ていた気がするが。あの時はね、固まってたのよ。高尾ちゃん。いや、すまない。そんな弱点があったということが意外でな。もう、昨日間違って見ちゃった映画はその番組よりもっともっと怖かったのよ。内容が頭から離れていかなくて。それは災難だな。どうだ、内容について拙者に話してみては。逆に身が降りて気持ちが楽になるかもしれぬぞ。そうね、そうかもしれない。それじゃあ話すとしましょう。あれは3週間前のある日の出来事だった。待て、どうしたの。3週間前というのは映画の物語の前置きか。そうよ。語り口調が迫真すぎるな。本当にアタゴの身に何か降りかかったみたいではないか。そうね。あれ、なんだか拙者も怖くなってきたな。その日、とある有名ブロガーのコメント欄にね、呪いのコメントがついてしまったのよ。そんなのはスパムコメントというやつだろ。大げさすぎるな。そう、そのブロガー自身も最初はそう思った。でもね、何度削除しても秒単位でコメントが復活するのよ。嵐に張り付かれているとか、非常に迷惑な話だな。言ったでしょ、呪いのコメントなのよ。ああ、その本文はね、これよ。何も携帯に書いて見せなくても。今夜12時までに
このコメントを拡散しろ。さもなくば。おお、このコメントが並ぶのよ。数百件くらい。これは確かに怖いかもしれんな。こうなっては諦めてブログは閉鎖するしかないか。結局のところコメント欄を閉じさえすれば。それじゃあコメントで要求のあった拡散はどうするの？いや、そんな猛言に付き合う必要は。実は九段のブロガーの人ね、3日後に失踪したのよ。その後も次々と世間の有名ブロガーやアーティストが事件や事故に巻き込まれてね。いや、そうは言ってもフィクションだろ。さすがホラー映画だ。オーバーな演出をしていると見える。拙者の携帯に通知が。おい、あたこ、悪ふざけが過ぎるぞ。何のこと？今夜12時までにこのコメントを拡散しろ。さもなくば。なんで拙者のアカウントにまでこんなコメントを？私何も書き込んでないわよ。今夜12時までにこのコメントを拡散しろ。さもなくば。どんどん増えてくる。うわあ。タカオちゃん逃げちゃった。ドッキリ大成功でございますね。私たちのアカウントから書き込みまくったよ。ご協力ありがとう。おかげで可愛いタカオちゃんが見れたわ。でもちょっと怖がらせすぎちゃったかな。効果は抜群にございました。幽霊とか目に見えないものより最近は SNS の方が炎上とかで恐ろしいよね。そうよね。タカオちゃんからこの前、拙者には怖いものなどないとか言い出しちゃって。二人ともいたずらに付き合ってくれてありがとう。タカオちゃんのフォローは私がするわ。ちゃんと謝らないとね。どういたしましてなの。そして早くご褒美のおごりが欲しいの。わらわは熱々のおでんを所望します。待ってね、今注文するからね。あ、着信が入ってるみたいなの。いいのよ、後で見るから。さてと、すみません、注文よろしいですか？このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係だぞ。自由に楽しむのだ。皆様、本日は技術訓練内容について討論する交流会にお集まりいただきありがとうございます。雪風様を呼ぶとはよくわかってるのだ。ふっふー、サラトガちゃんも誘ってくれてありがとう。驚きの人選なの。何を話したらいいのか、ドキドキするの。あえて堅苦しい場に来なさそうな人を呼んで実施しろってビスマルクさんがおっしゃってたから、これでいいよね。まあ、人選の意図まではわからないけど、まずは司会を頑張ろう。それでは、まずはお手元のプリントをご確認ください。うむ、これはびっしり、あたり一面文字だらけなの。これ読む気しない。そんな、いきなり企画倒れ。ふん、雪風様の偉大なる頭脳の前では、むむむ、解読するのにはちょいと難しいのだ。解読ってただのちょっとした長文ですよ。ゲームでチュートリアルを全部飛ばさず、しっかり読んでからゲームを始めるタイプ？よくわかりましたね。今日集まるメンバーは事前にわかってたわけだからさ、これはちょっと配慮が足りないよ。資料は読む人がわかりやすい内容でないとね。これはすみませんでした。それでは代わりに口頭でご説明を。
待って待って、よかったらそのノート PC 貸してくれない？構いませんけど。今回の書類の元データはある？これかな。あ、そうですそうです。じゃあ別ファイル名で保存するから、ちゃちゃっとデータを編集しちゃうね。え、はい。ちょこちょこちょ、おお、ブラインドタッチ、ネトゲに強そうなの。ぐにゃんが、タイピングゲームでの勝負なら負けないのだ。これはここにコピペして、イラストはフリー素材から。わあ、いつの間にかすごい綺麗な書式でなんか出来上がってる。はい、情報の整理完了。これを印刷してくれる？はい、直ちに。ありがとう、行ってきて。つまりだね、肝心なのは現状の護衛演習以外に手頃な訓練法はないかってことなんだよ。これが主な議題ということで間違いない？はい、ご名答です。おー、新しい資料は費用とかがグラフになってて要点が分かりやすいのだ。確かにこれだとコストと実態が釣り合ってないね。コストはこれくらいカットできればいいの？はい。じゃあちょっとグラフにつけたそうね。すごい、ユニオンのサラトがアイドル業務だけでなく、こういった資料の作成もお手の物でしたか。司会者として私もこのまま何もしないわけにはいかない。訓練がハードだからか、これまでちょっとした事故がちょくちょく起きてたんだね。はい、どうやったら解決できるでしょう。問題ですが、本件については設備をもっと高級化し、訓練に臨む隊員の練度と資質をさらに高めるべきだと思います。でもそこまでするには今よりもっとお金がかかりそうなの。ですからちょうど良い落としどころをですね。その配分を見つけるのは雪風様であっても難しいのだ。これは本当に難題だよ。せっかくだからもっとゲーム感覚で気軽にやれるようにしたらどうなのだ。あ、それだ、雪風ちゃん、いい発想だよ。ほう、やったのだ。ゲーム楽しそうなの。少々お待ちを。訓練はゲームではありませんよ。そんな面白おかしくやっていいものではないでしょう。そう、訓練ならね、思い切ってこれを公開演習って形にする。わかったぞ。ちょうど合同大演習みたいに全国中継とかしてしまうんだな。うん、感染の仕事に興味がある人はどんどん増えてるし、私たちの方ももっと情報をオープンにしていいと思う。特にこれから感染として各陣営で頑張りたいって人たちにはいい刺激になるんじゃないかな。うんうん、中継されるならみんなも普段より気合い入るよね。そして開催費用についてはカンパで補う。集まった金額に応じて訓練内容を変えたりとか。いいよ、その感じで。では雪風様、訓練内容の提案をするぞ。ずるい、私が先に提案したかったのに。案はみんなで出し合って決めていこうよ。早いもの順じゃないからね。その後打ち合わせは2時間も続きました。議事録をビスマルクさんに報告して、税23はその内容と成果をうんと褒めいただきました。そして私はこの日の会議内容をいつまでも忘れないでしょう。とりあえず資料、次回からもっと綺麗に作れるように頑張ります。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係なんだ。自由に楽しんでよね。それではご面倒をおかけするが、サラトガのことをよろしく頼む。いや、他の陣営の皆さんに託すなんてどうかと思ってるけど。はあ、
サラトガちゃん、身柄を引き渡されちゃうのか。こら、語弊のある言い方はやめるように。別に構わないわ。私たち二人、今は次の演習まで待ちだったから、ちょうど退屈していたところよ。ええ、話し相手が増えるなら歓迎します。おいげん、エイザックス、よろしくね。それじゃあ私たちはこれで失礼する。ええ、また後で。さてと、まずは伺わないとですね。ええ、あなた何をやったの？何をって、そんな大げさな。ほんのちょっとしたいたずらだよ。ちょっと扱いされなかったみたいよ。具体的な内容を言ってくれないかしら。うん、わかった。それじゃあ実物を見せて説明するね。このイグアナのぬいぐるみをだね。なぜイグアナなのかしら。しかも絶妙にリアルな造形で、リアクションに困りますわ。これを合同大演習の演習参加直前で、緊張してたり自信がなくて困ってそうな人のそばにそっと置いといてあげたの。その心は？え？元気出してねって。伝わらないと思いますわ。へえ、人によってはこんなのが急に置かれたらギョッとするでしょうね。そこはいたずらだから。威張って言うことですの？ビクッとしたら悩んでる気持ちだってきっと吹っ飛ぶよ。善意での行動ではあるわけね。サラトガちゃんにとっていたずらは重要なファクターなのさ。合同大演習の開催に向けて、サラトガがこれまで真摯に頑張ってきた逸話を聞き及んでますのに。ああ、確かに予算管理とか設営とか真面目にいろいろやったね。それがまたどうしてこんないたずらを？反動が来た。禁煙に失敗した人と同レベルね。旅館にあふれた大量のイグアナのぬいぐるみのせいで、一時的に館内がパニックになってしまいましたのよ。やりすぎちゃったのか。反省。でも、もっといたずらしたいな。ちら？だからここに連れてこられたのか。いい判断でしたわね。そこで二人のレディー、サラトガちゃんといたずら勝負をしない？面白そうね。やるわ。あえて受けて立ちますのね。勝負とのことだけど、どうやって競い合うのかしら。いたずら研究会の入会テストに合格するかどうかだよ。いたずら研究会、そんなもの初めて聞いたわ。知ってる？いいえ、私も初耳です。知らないの？ちっちっち、仕方ないな。それじゃ教えてあげるよ。いたずら研究会とは、アルバコア、サッチャー、シムス、いたずらを愛する全ての感染が集まって日夜研究に明け暮れる予定。予定？うん、だってこれから作るんだからね。どう？面白かったでしょ？どこが？声が怖い。まだできてないものを私たちが知るわけないじゃない。何よ、チッチッチって。つまりこれはそういういたずらだよ。なんだ、それじゃあ分かりっこないなっていう。面白くない。ごめんなさい。というわけで、二人には面白くてみんなを幸せにできるいたずらを一緒に考えてほしいんだよ。そういうことでしたら協力をさせていただきますわね。ええ、いたずらをしっかり再定義しようじゃない。ではまず私から。どうぞ、参考にさせてもらうよ。いたずらを仕掛けたい相手に後ろから抱きつきます。すかさず誰だと質問しますの。ああ、王道だ。なるほど、これがロイヤル流。そこまでのものではないと思いますけどね。ちなみに質問に間違えた場合は？物分かりの悪い小豚ちゃんは徹底的に踏みつけて差し上げますわ。暴力は良くない。ダメ、絶対。あら、これはこれで喜ぶ方もおりますのに。いたずらというより生死をかけたルーレットになってるから。オイゲンの方はどう？いいアイデアない？私はね、これかな。まず口紅を塗ってね。うんうん。次にティッシュに口づけをするわ。おお、リアルなキスマークの完成だよ。それで？
これを相手の足元に落としつつ、一言、何か落としましたよ。それを拾い上げたらキスマークというわけですか。あ、アダルトだね。ええ、イグアナが置かれるよりはシャレも効いていますわ。そうか、サラトガちゃんにかけていたのはこれだったんだね。真似はしないでちょうだい。これはミダリに仕掛けまくる類のいたずらじゃないもの。わかった、サラトガ、今日の教えをもとにステップアップするよ。いたずら研究会発足の暁には副会長として迎えるからね。いいえ、別にいいけど。このエピソードは、実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係。自由に楽しんで。ピンハイの部屋はどっちの方向だったっけ？案内が少ないから。この建物、迷いやすい。島風が迷うのも、少しだけ納得。ピンハイも迷った。あれ？あっちにたくさん人が集まってる？なんだろう。お集まりいただきました数十名の皆様、ここから先はさながら戦場になりますが、お覚悟はよろしいでしょうか。合同大演習、最終日の豪華ディナーの準備だもんね。いや、これは正直きついよ。みんな本当に辛さが分かってる？メイド隊のみんなのそのほとんどが会場警備だなんて事情はわかるけどさ、代わりにこっちの調理スキル戦力がぐったぐただよ。認めたくはないけど、本職のメイドさんに勝てるとは思えないですよ。もう何自信たっぷりに否定してるの。ハムマンだって給仕の仕事とか、実際にはお手伝いくらいしかやったことないけど頑張るつもりなのに。ごめんなさい。決して本物の戦場というわけではございません。どうか心を前向きにお持ちくださいませ。あくまで死ぬほど忙しいというだけにございます。どこかに抜け道はありませんかね。残念ながらないと思いますよ。演習の参加者に加えて関係者や来賓の方々まで変わる変わるこちらの食堂に殺到してきますからね。わずかでも調理スキルや接客の心得がある人はここで踏ん張るんですよ。小豚ちゃんの扱いなら慣れていますわ。それ調理のこと？お客さんについて言っている気がする。ただいま外で行われている会場警備の方もものすごいことになってるみたいね。はい、あまり頻繁にセイレーンの方々に来られても困りますので、今度ばかりは稚魚一匹さえ通さぬ体制を敷いております。シャルンホルスト、グナイゼナウ、さらに潜水艦のみんなを増援としてバッチリ派遣済みです。ユニオンからはリトルビーバーズ隊に来てもらってるんだから。もうほとんど合同大演習の延長戦ね。こちらはこちらで手は抜いていられないわよ。覚悟を決めましたよ。それでは皆様、意思確認はできたところで、調理と会場セッティングの仕上げ、一斉に始めてください。とんでもない時に来ちゃった。みんな忙しそう、でも楽しそう。料理どんどん運ばれてくる。いい匂い。お、ここに置くのってこの料理でよかったんでしたっけ？違うでしょ。スイーツ類は奥のテーブルに固めておいて。はい。あ、料理落としそうだよ。あ、危なかった。お皿のキャッチありがとうございます。どういたしまして。ピンハイの顔についたのは食べちゃっていい？あ、もちろんです。うっかりスイーツを顔に引っ掛けちゃいましたね。ごめんなさい。
ロペロ。あー、次は私どうしようかな。できればそろそろサボね。なりはしませんよ。最後まで誠心誠意働きます。びっくりした。別に疲れたなら少しくらい休んでもいいと思うけど。え、てっきりあなたに非難されるものかと。高校の子はなんて優しいんですか。ねえ、もしよかったらピンハイにも手伝わせて。あなたが神ですか。ここ自重残形式でしょ。ピンハイ、アドバイスできるよ。およ、ビュッテ形式では。あ、多分言い方が違うだけで同じですね。冷たいオードブル、温かいオードブル、スープ、魚料理、肉料理、デザート、本来は全部置き場所が決まってる。そうみたいで。あと盛り付けが雑だとお客さんに失礼になるから。すみません。そして料理の色も見た方がいい。色ですか。うん、絵を描くのと一緒。全部並べた時のバランスを見る。これだけでもっと料理を手に取りやすくなる。この子すごい。サフォーク、恐れながら手が止まっているようですが。はい、申し訳ございません。他の手伝いに行ってまいります。あなたはピンハイ様でしたね。名前を知ってるんだ、嬉しい。この盛り付けはもしやピンハイ様が。うん、余計だった。とんでもございません。素晴らしいお手並みです。僭越ながら用意すべき料理に対し人でも時間も全てが不足している状況です。我々にもっとお力添えをいただけないでしょうか。もちろん、いいよ。ピンハイもメイドやる。これよりお客様方をお通しします。各自失礼のないようにエスコートをお願いいたします。逆方向から回るのはダメ。順番は守って。お皿のお取り替えはこちら。飲み物のおかわりはこちらから。食べ終わったらお皿を取り替えるよ。いっぱいあるから慌てて取らないで。この料理の後は冷たいものを取って。よく合うから。ピンハイ様、お見事でございました。お客様への食べ物についてのレクチャーもありがとうございます。お客様方みな興味深く聞き入っておられましたよ。そして陣営も関係なく盛り上がられて思わず胸を打たれた次第でございます。半分以上は姉ちゃんからの受け売りだから。ようやくちょっと一息ついたね。ええ、ピンハイ様、いつかロイヤルでメイドの修行をなさっては姉さんやシェフィールドもピンハイ様を心から歓迎すると思いますよ。嬉しいけどピンハイは姉ちゃんたちとは離れたくないもん。愚問でございましたか。立派な心意気です。このベルファスト、陰ながらピンハイ様を応援いたします。ありがとう。それじゃあね、ピンハイ先に戻ってるね。おやすみなさいませ。あ、部屋への道はわからないままだった。これはピンハイさん、ここで会うなんて偶然ですね。こんなところでどうしたの。まあそれは置いておいてですね。本日の食堂の英雄さん、お部屋まで私がご案内させていただきますよ。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係です。
自由に楽しんでくださいませ。すみません、ちょっとよろしいでしょうか。相談事が。あ、島風ちゃんどうしたの。この美しい私が相談に乗ってあげるわ。ありがとうございます。実は実習の課題としてロイヤルの素晴らしさについてレポートをまとめることになりまして、ご意見を伺いたいなと。ロイヤルの素晴らしさ楽勝だよ。ロイヤルの素晴らしさ、それはなんといってもカレンさの研究が熱心なこと。華やかで革新性のあるファッションが次々と生み出されていく。その根底にあるのは女性をより可愛くしようという純粋なみんなの思い。なるほど、陣営を挙げて取り組まれているなんてすごいですね。ロイヤルは革新的な可憐さを育む土壌があると。いいえ、それだけじゃないわ。確かに可憐さも重要であり、間違いなく重視している要素ではあるけど、もっと重要なものがあるわ。すべてにおいて率先されるべきは、それは優雅に、そして美しく勝つこと。そして優雅さと美しさを体現するためなら実力行使も厭わないというのがロイヤル流よ。実力行使なるほど、詰まるところバッカバカにして華麗に勝つですね。ちょっと待ってください。ロイヤルはそんなにマッシブじゃないですよ。ビクトリアスさんがそう思われる理由はわかるけど、でも実際には。よく言ったわ島風、つまり敵に会えたら必ず戦う、そして美しく勝つ、それこそロイヤルの素晴らしさよ。あれなんか話がだいぶ脱線している。話がヒートアップしてる。どっちが正しいのでしょうね。横から失礼いたします。島風様、ロイヤルについてまとめられる際はどうか対極的に捉えていただけると幸いです。ベルファストさんとおっしゃいますと。はい、ジャベリン様はロイヤルの革新性に触れられ、対してビクトリアス様はロイヤルの変わらぬ伝統について触れられました。この対照的な2つの要素、どちらもがロイヤルが基本とするものです。おお、常に変化させていくもの、一方で貫徹される伝統的なもの、その代表として何を挙げるかは個人によりますが、双方とも決して欠かせないものとなります。島風、ようやく合点がいきました。相反する特徴を合わせ持つのがロイヤルなのですね。はい、その通りでございます。そんな感じ。そうとも言うわね。皆さん、お教えいただき誠にありがとうございました。それでは失礼します。綺麗にゴリ押しでまとめちゃったメイド長。あれ、それこそロイヤルの素晴らしさなのでは。合ってるような、合ってないような。このエピソード、実在のアズールレーン関連作とはパラレル。自由に楽しんで。おお、よしよし。ぶつかったのは私が悪かったわ。どうか機嫌を直してくれないか。気づかない。ビリビリが収まらない。困ったな。あれ、なんだか今日は普段より明るいですね。って、うわあ！稲光が
はこの子を怒らせてしまったようで、エルドリッチちゃん、そうだったんですね。いつ見てもすごい力ですね。それにしてもどうして怒ってるんでしょう。何か心当たりはあります？よそ見をしてうっかりぶつかってしまったのだけど、まさかここまで怒るなんて。どうしたら許してもらえるのでしょうね。何か手がかりはと。あれ、なんだろうこの木の棒。あ、ひょっとしてジャベリン、真相にたどり着いたようです。エルドリッチちゃん、ごめんなさいね。あなた、ぶつかられた拍子にアイスを落としてしまったので、決して悪気はないの。そういえば、さっきの髪の妙な動き、ぶつかった時に落としたアイスを刺していたのか。にしても今のジャベリン、まるで別人みたいだ。きっと最後の一口を奪ってしまったので、その楽しみはもう決して戻ってこないけど。でもどうか元気を出して。ほら、ジャベリンが今からアイスの弟を紹介するね。弟？飴さんを受け取って。キャンディ、ごめんなさいね。今すぐ紹介できるのはこの飴兄さんしかいないの。性別があるのね。でも冷蔵庫で冷やすととっても美味しいアイス兄に変身するらしいよ。変身はない。ちょっと溶けかかってるから冷やしてあげてほしいな。大変、こうしちゃいられない。いや、本当にすまなかった。君に食べられなかった分の彼は、その、ちゃんと私たちが弔うから。おお。ああ、ここにいたのか、エルドリッチ。探したわよ。あら、ロイヤルの皆さん、こんにちは。ええ、ごきげんよう。あれ、ジャベリンの様子が普段と違うような。お守りをしてくれたのか、すまなかったな。いえいえ、ほんの成り行きだから。早く行こう。そうね、それじゃあ帰りましょうか。それでは皆さん、また。はい、良い一日を。助かったよ。というか、あんな風な言動もできたのね。しばらくそっちで過ごしたらどう？うわー、何が抜けたの？そろそろ限界です。ジャベリン、元のジャベリンに戻ります。さっきのは期間限定のレアジャベリンです。特別仕様ですよ。このエピソードは、実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係だ。自由に楽しんでほしい。やれやれ、また緊急で調べることができてしまったな。こうも続くと、さすがに体が持たないが、さすが獣王。書庫も極めてしっかりした作りだ。時間さえあれば、何時間でもここで読書をしていたいところだが、変があるな。スピー、これはどういうことだろうか。ラフィ、君がここに用事があるとはあまり思えないが。すや、まさか寝やすかったのかい、この部屋が。くか、肯定か否定かもわからないな。とにかくそこの席を占拠されていると困るので。よいしょっ。席に移動。これでよし。ん？シャッター音？そこか。うわ、もうバレた。
ジャーナリストがパパラッチまがいのことをやるとは感心しないな。エンタープライズさんの好きなんてそうそう見つからなくて、ラフィーさんにも協力してもらったのに、いろいろとすみません。ラフィーがいたのはそういうことか。うん、これは起きてるな。ってわけで、こっちも撤収します。失礼しました。待て待て、非正規な手段に頼ろうとするから苦言を呈しただけだ。ちゃんとした取材ならいつでも受けよう。え、よろしいのですか。噂では最近ずいぶんお疲れだと。わざわざ私を取材しようとしてくれる相手を無下にしたりはしないぞ。ありがとうございます。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係です。自由にお楽しみください。ん？あ、ラフィーだ。おい、どうしたの。おい、すやすや、ほらほら寝ている。何ですか、廊下で大声など上げて。想像しいわ。あ、赤木さん、これは失礼いたしました。一体どうしましたの。その前方にいるあの友人が寝ながら歩いて。え、あの子が歩いているけど寝ているの。いわゆる居眠り運転。まずいわ、柱にでもぶつかったりしたら。ええ、柱が大変なことになってしまいます。早く起こしに行きましょう。あ、お待ちください。どなたかが横から来ますね。ラフィーちゃん、来たよ。むにゃむにゃ。ポートランドさん来たよってどういうことかしら。前もって呼んでおいたとでも言うの。転ばぬ先の杖ならぬ、転ばぬ先のポートランドさんですか。どのような役割を果たされるのか想像もできませんが。古墳。昔昔あるところに王子様がいました。どういうことかしら。朗読が始まったわね。はい、私にも何が何だか。王子様とは一体。王子様はその名をインディーちゃんと言いました。インディーちゃん。王子様の正体はポートランドさんの妹だったよ。でも彼女絶対王子じゃない。今はそういう設定なのでは。インディーちゃんは眠りにつくお姫様に触れ、そっとその手を引きました。王子様は眠れるお姫様を抱き寄せ、ゆっくりとけれどもまっすぐ歩いていきます。ふらふら歩きだったラフィーが直進歩行に切り替わった。何がどうなっているのやら。これは一種の催眠療法だと予想されます。私たちはすごいものを目撃しているのかもしれないですよ。すごく楽しそうね。王子様はお姫様を連れ部屋の前までたどり着きました。シッピー、湯人形までやってきたじゃないですか。私たちもう後をつける必然性がない気がするのだけど。王子様のキスで眠れるお姫様は目を覚まします。あ、自然に起きられましたね。ちょっと文脈でドキドキしました。ありがとうポートランド、寝落ち寸前に呼べてよかった。いえいえ、どういたしまして。ニコラスよりラフィーの方が効くよね。いい夢を見れた。私も素敵なお話をお届けできたよ。それじゃバイバイ。やったわ。また今日も。どうされたのでしょうか。ポートランドさんが泣き出されてしまいました。ひょっとしてインディーちゃんを今日できたの。あ
あれって不況と言えるの？恐ろしいわね。いつかこの技術を広めて、インディーちゃんの素晴らしさをみんなに知らせてあげるわ。お姉ちゃん、うるさい。あ、リアルインディーちゃん。さっさと入って。結局あれは何なんですか？さあ。どれになさいますか？いかがいたしましょうか？